こんばんは。よろしくお願いします。皆様、続々とお越しいただいて、うわ、いっぱい来てる。ありがとうございます。なぜかね、イベントの中で開催できなかったので、これ迷ってたどり着けないんじゃないかなみたいな心配をしながら、今ライブ配信を開始したんですけれども、もう早速来てくださってて、ありがとうございます。改めまして、加藤さん、こんばんはです。寺井さんもこんばんは、ありがとうございます。コメントさん、ありがとうございます。こんばんは。しゅんさん、こんばんはです。千葉さんもこんばんは、いつもありがとうございます。白坂さんもこんばんはと、ありがとうございます。若妻さんもありがとうございます。こんばんは。清水さん、小野さん、こんばんはです。ありがとうございます。続々と、花本さん、こんばんは、ありがとうございます。新井優子さんもありがとうございます。こんばんは。今日はね、もうやること終わったし、もう来ないんじゃないかぐらいに思っていたんですけど、その割にはスタートからなかなか、しかも迷ったのでね、多分来ようとしてるけど、まだたどり着いてない人もいるんじゃないのかななんて思いつつなんですが、その割には本当、バーッと始まった瞬間にこんだけたくさん来てくださって、本当ありがたいなと思います。あ、コロカブさんもありがとうございます。こんばんは。ね、ありがたい限りでございます。本当に感謝感謝。続々と、10人もいなかったらもう今日で最終回にしようと本気で思ってたんですけど、いや、ほらね、は勢いで行ったものの、本当にね、時間を割いて見に来る価値があるかどうかっていうのは、そのね、今まではほら、選曲をするためには来なければいけなかったわけじゃないですか。でも、それが終わってしまったので、もうやることもなくなったよねっていうところで、どうなんだろうと、僕の配信そんなに人来ないんじゃないかというふうに思ってたんですね。だから実際来てみないことには分からないし、それで実際全然来なかったら、まあ、あんまニーズのないことやってもっていう、そういうね、それだったらね、ちょっとマイクラとかできたりもするわけじゃないですか。まあね、まあいろいろあるわけですね。楽しい過ごし方というのはいっぱいあるので、その貴重な1時間をどう使うかっていうね、ことになるわけですけど、準備もあるし、まあ冗談半分ですけど、まあ、半分は本気なんですけどね。そう。っていう。だから、そんな中で恐る恐る始めようとしたら、イベントをいつものところからスタートできないから、あれこれみんなちょっと着方がそもそもわからないんじゃないかっていうところで心配になったんですね。なんだけど、こんなにスタートから皆さん見つけてくださって、たどり着いてくださって、本当ありがたい限りですと。おかげで、もう最終回にしますじゃなくて、今後何するか一緒に話しましょうという話題に入ることができるかなというふうに思っております。ありがとうございます。萩原さん、やっと入れましたね。すいませんね。今回僕がね、いつもと違う感じで始めちゃったんですよ。だから多分それで惑わせてしまったんじゃないかと。にもかかわらず、めげずに来ていただいて、本当ありがとうございます。そして、来ないわけないです。いや、嬉しいです。そう言ってもらえて。ありがとうございます。あ、浅野さん、こんばんはです。ありがとうございます。続々と集まってくださっているわけですけれども、いつもだったら、さあ、じゃあ選曲会しますよってなるわけですよね。なんだけど、いや、そこがなくなってしまったので、何しようかって話になるわけです、これから。で、まあ、そんな話、皆さんとね、だから雑談しながら、話をしながら、今後のことを相談するのが一番いいんじゃないかと。ライブ配信ってコンサートと違うんですよ。コンサートっていうのは、その一方通行なわけです、基本的には。たまに双方向で何かやるとか言っても、そういうコーナーを設けるものですよね。ところが、ライブ配信の良さっていうのは、常に一緒にいる感じなんですよ。常に双方向でやり取りをしながら進む。演奏するのもコンサートじゃなくて、演奏して、で、その終わった後はまた、なんだろう、車座になってみんなと一緒にいる感覚になれるわけですよね。これがね、ライブ配信の非常にいいところで、僕の好きなところなんですけれども、だから性に合ってるなっていうふうに思っているんですけれども、そう、だからそんなライブ配信の感じで、こう何をね、していくかっていうのを一緒にこう考えていくっていう感じでね、やっていけたらなっていうふうに思うんですけれども、とりあえず、今まではとにかく、はい、すぐ選曲をしないと時間なくなっちゃうからって言って、バーッとひたすら選曲をしてたわけですね。なんだけど、もうそれが終わりました。で、じゃあ次、カクテル6だとか言うとですね、
ね、いつになるんですかねみたいな信憑性が今度なくなってくるわけですよね、僕の場合ね、出すの遅いから。そうだから、あのちょっと次の選曲は一旦止めておいて、今ね、あのカクテル2の簡単デュオバージョンみたいなのを作り始めました。でとりあえず1曲目のアレンジ手掛け始めたんですけれども、それが終わり次第今度カクテル4を後回しにして、おそらくなんですけど、皆さんと一緒に、この配信で皆さんと一緒に決めたカクテル5の方をこれから、カクテル5の方を制作していく流れになるのかななんていうふうに思っております。はい、きっとおそらく、はい、なんでって4飛ばすんかい。4はですね、あのサロンの中で見ると、オカリナスクエアというオンラインサロンがあって、そのサロンの中では随時皆さんに配布していってるんですね。すみません、遅れてて申し訳ないんですけれども、まあ、配布しています。なのでそちらの方で、あのそもそも4を選曲したのはサロンメンバーだけなので、そのサロンメンバーにまず届けばいいかなっていうところで、これはもう随時やっていく感じで、ずっと1曲ずつ出してる。だから急がなくてもいいのかなと思ってるんですね。そうで、あのそもそも、あの僕 の, その、ね、オンラインサロンまで来てくださる方々って、相当失礼な言い方をしますけど、マニアックなんですよ。もうあのなんだろう、オカリナの2の中でも相当少数派のマニアックな人たちが、ね、わざわざ僕を、ね、僕の活動を支えようとしてくださってるわけですね。それだけ僕のプレイスタイルにいいって言ってくださる方、思ってくださる方ってもう相当なコアな方だと思いますので、なんかすごい失礼な言い方になってないか心配なんですけれども、あの僕はそれを価値を感じ、僕自身もその方々に価値を感じてるから、こういう言い方をするんですけれど、まあ、相当コアな方なの で,、はい、でそのコアな方と一緒に選んだカクテル4はかであのプレゼントしていくわけですが、そんなコアなものを一般に出して果たして喜ばれるんだろうかって、はなはだ疑問があるわけですね。これは本音を言ってしまいますと、はい、あのだってスペインとかもゴリッゴリにソロやってるんですよ僕。ちょっとそっか、これ出すことはできるんだ。ちょっと皆さんせっかくだから、あの多分ね、紹介ぐらいはすぐできるんじゃないかな、これ。あったあった、これ多分一瞬流すとか全然いけるよね。音量が心配なのでちょっと待ってくださいね。これだ。あ、ちょっとじゃあ BGM 一回止めましょうかね。すごい、僕の影だけが映っている、面白い。あ、先にコメント拝見したいところですね。まず BGM は止めます。これでいいのかな。あ、これカラオケか。あ、なるほど。てかバランスおかしくない？まあいいや。そうだ、サロンのメンバーが演奏しやすいようにテンポ落としたんだ、これ。わあ、めっちゃいっぱい来てる、ありがとうございます。あ、田中さん2のディオ版ワイ、ありがとうございます。喜んでもらえて嬉しいです。こんばんはです。久保田さんもこんばんは、ありがとうございます。くずぬきさんこんばんはです、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。こんばんは。ミルト先生こんばんは。いや、こちらこそありがとうございます。いつもね、読み方が分かんないんですよね。深夜さんと下の名前で呼びさせていただきます、ごめんなさい。コメントの皆さんもこんばんは。あ、いいですね、横のつながりっていうのがね。これあのカクテル4として僕が作ってたんですけど、名前が変わって、おそらくこれカクテルサロンスペシャルになります。僕が演奏するスペインよりはテンポがゆっくりなんですよね。なんでかというと、人が吹くことを考えているからなんですけど、そもそもスペイン吹きたいのかって話なんですよ。そこが一番の問題なわけですね。かっこいい曲だけど、聴くものですよね。あ、近藤さんこんばんは、ありがとうございます。なのでこれをね、出したところ、カクテル4を、まあ、順次今1曲ずつ作ってっていう風にサロンの中でってやってるわけですけれど、これよりも
ね、レイニーブルーとかストーリアとかね、オーダーいただいたわけですよね。そっちの方がいいんじゃないのかっていう。多分こっからが大変で、これ譜面にしちゃうとずっと16分音符なんですよ。愛知県岡崎市のなんちゃバンド、あ、なん、なん、それは難聴を抱えているってこと、それともそういうハンドルネームですっていうことなのかな。ちょっとごめんなさい、僕の読解力が弱めで申し訳ないんですが、この辺ね、これあの作った後にね、あ、やりすぎたなと思ったんですけど、一応これ全部譜面になってますからね、書き起こしてある。あ、それはあの外部依頼しました。さすがにこれ自分で譜面にしたくないなと思って、この辺の変なフレーズね、これ間違ってんじゃないのと思うでしょ。そうじゃないです、僕はこれを気持ちいいと思うんですよね。それ自己満なんですけど、だからスペインとかふとこういうことになっちゃうわけですけれども、まあこういう、まあこんな感じです。そこそこで止めておきましょうかね。まあこんな感じでした。だからこういうのをね、あの選んでくれたサロンの人たちはね、あの別に待たなくてもいいわけだし、その逆にカクテル5の方を先に持ってきてしまった方が4だから、今流したのは4の想定だったものですよね。これよりもこれ一旦別枠にしてしまって5を引っ張ってきて5を4としてっていう方がきっと2のディオバージョンが出来上がった後に皆さん5を入手できた方が喜ばれるんじゃないかっていうことが、まあ会議の中で行われたので、一応そういうことになりました。はい、というご報告です。なので順番的にはまずカクテル2の簡単バージョンデュオが出ます。これはもう作り始めておりますので、アレンジし始めてますので、まずこれが出ます。それが出た後の話として、この配信で選んだ、前回までで選んだ、レイニーブルーとかそういったやつ、真夏の果実、あれ真夏の果実あったっけ、ちょっと待って見てみよう。そうだ、記録は残ってるからね、確定のやつね、ほら、そうだ、レイニー梅雨の後先とか木蓮の涙とか、ね、果実ありましたね、こういうやつ、この辺の選んだやつを、入れる。5を4として、新4、新ってあの誠の方ですね、新4としてこう皆さんの手元に届くように作っていけたらいいんじゃないかなと。あのさっきのスペインみたいなことしないんで安心してください。はい、くれぐれもね、そんな無茶苦茶なことはしません。カクテル3ぐらいの難易度で出せたらいいなというふうに思っています。はい、まあ3もね、3泊4連多すぎだろとかいろいろ文句が出るかもしれませんけど、そういうのもね、フィードバックはもちろん反映していきますので、はい、その辺はね、言ったもん勝ちかもしれませんよ。やりすぎたんです、ちょっとやりすぎてますよね、ドゥル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 みたいなことやってるわけですよね。こういうことですからね、こんなフレーズまずやって楽しいと思うのはほとんどいないんじゃないか。しかもその前に楽振り直したら全部16分音符で大変な状況になりますからね、これはやりすぎだなって思ってますね。はい、やりすぎた譜面を送りつけてすいませんでした。はい、ではということで、あ、そうだ、そろそろ演奏しようと思ってるんですが、何をするかも決まってないんですよね、まだね。先に、ただ演奏の前にそんなちょっと話題が出たので、これ1回はやらないとノルマですからね。はい、見るとオカリナスクエアでは、いろんなことやってます。その月1のこの配信はあくまでも外で1曲ちょろっと演奏するぐらいですけれども、12曲がっつりプロのアーティストさんと、セッション配信をお届けするようなライブ配信を行ったり、ワークショップを行ったり、童謡を皆さんと一緒にアレンジして楽譜化して、それをそのままプレゼントしたりみたいな、そういうこともしたり、さまざまなことをしておりますので、皆さんぜひぜひどしどしと、ご参加いただけたら嬉しいです。お待ちしております。はい、ありがとうございます。ということで、あのちなみに詳細がわからないという方はこのスクリーンショット撮っておいていただければ QR コード
ではいけるかと思います。あとはね、僕なり、はい、このコメント欄にどうやって入るのっていうふうに聞いていただければすぐに、対応ができるかと思いますので、そこはよかったらチェックしてみてください。以上です。いや、にしてもこんなにたくさん来てくださると思わなくて嬉しいです。ありがとうございます。だってもう配信の目的終わってるんですからね、これね、本当に。いや、でも本当になんだ、行く行く詐欺もありえると思っていた、前回思っていたわけですけれども、そう、いやね、いや続けてくれと言いつつ勢いで言ったものの、実際やっぱ別にいいかな、見なくてみたいなね、そういう方もいるのかななんて思いつつですね、こう いざ蓋を開けてみたら変わらない人数の方がこうして来てくださってるっていうのは本当に嬉しく思います。コメントはしづらくなっちゃったでしょうけどね、そのほら、今まで曲目を入れるって分かりやすかったからコメントしやすいじゃないですか。だから僕もそれでこう双方向のやり取りができたんですけど、曲目を入れなくなった分、皆さんも何喋ったらいいんだろうみたいな、僕も人のライブ配信見たら分かるんですよ。なんかコメントしようかなと思うんだけど、何をコメントしたらいいか分かんないんですね。だから出てこなくて、でそのまま無言で見てるみたいな、だから結構そういう方も多いと思うんですけれども、皆さんの中にはね、だからまあコメントでのやり取りがしにくくなったところあるので、その辺を僕が工夫してもいいのかもしれません。とりあえずですね、今日は話すべきこととして、今後何するか一緒に話しましょうよっていうのが、今日の命題だと思いますが、まず演奏します。10時過ぎる前に何かしらやろうかなと思うんですが、エフェクターなしで何か吹きます。なぜなら今僕の手元にはもうエフェクターがないんです。はい、どういうことかというと、今頃、キュービンさんか、タクビンさんあたりが、こう積んでですね、ヤマトさんかな、黒ね、ブラックキャットさんかな、ブラックキャットデリバリーサービスさんがですね、トラックの中に、ね、箱に詰まった僕の大事な機材をね、全部積んで、今頃神戸に運んでいるんじゃないかと思います。はい、神戸で行われるのはおカラボフェスティバルというのがありますね。読んでいただいてね、幸子さんありがとうございます。今聞いてないでしょうけど、幸子さんありがとうございます。いつも本当に丁寧にね、対応してくださって、はい、読んでくださったので、なかなか僕オカリナの業界、オカリナ日本のだ、日本のフェスティバルってあんまり呼んでもらえないんですよ僕。だからみんな楽しそうだな、でも声かかんないなみたいな感じで見てるわけですけれども、そんな中ね、貴重なオカラボフェスティバルというところにね、今回関わらせていただけるので、であれば全力でやらねばということで、僕の、はい、生音を基本として届けるんだけど、一瞬エフェクターが欲しいところがあったんです。その一瞬のために宅急便でも送ってる。だから僕の手元にエフェクターがないということで、すいません、今日はエフェクターなしで素の僕のオカリナを聞いていただけたらと思います。さあ何やろうかな。あ、神戸楽しみにしてます。ジャスミンさんありがとうございます。そして、ちょっと長松江さんこんばんはです。ちゃんと来てます。ありがとうございます。嬉しいです、嬉しいです。質問など積極的にどうぞ。そうですね、ぜひぜひ。カクテル5の曲を演奏するというリアルライブとかがあれば行きたいです。あ、カクテル縛りのリアルライブはね、やりたいし、やると思います。これはで、そっか、リアルライブ、そうだよな、いろいろ考えてること、面白いこといろいろ考えてるんです今ね。あくまでも僕が中の人に徹するライブとかも面白いかなとか、いろいろ考えてて、そう、ちょっとね、楽しいことをね、考えてますんで、それも。でも普通にリアルのライブでカクテル1,2で4か、5がなくなったから4なんですよ。1,2,4 だけに絞ってライブをするとかね、そういうのもいいですよね。まあ CD と比較したら絶対 CD の方がいいに決まってますけどね。そう、それは先に言っておきますけど、でも生の臨場感があります。あ、神戸オカラボフェスティバルに行きます。あ、花本さんお会いできたら嬉しいですね。ありがとうございます。小野ちゃんリアルで先に楽しんじゃおうってことですね。あ、なるほどね。そうか、先に生で演奏して、その後にライブ、その後に CD に収録する。あ、でもそれは一石二鳥かもしれませんね。普通にやってもいいかも。効率がいいのですごく。僕普段あんまりライブを生のライブを開きたがんない理由がいくつかあるんですけど、でも効率がいいというのは十分ライブをやる動機にはなりますね、これはね、はい、でもそうしたらすごいことになりますね。今年それをもしやるとしたら、僕の主催ライブ年内で2回の予定で、1回はもう終わったんですけど、もう1
回秋口にやろうと思っているのが1個だけあって、もうあと本当にそれ以外やるつもりもなかったんですけど、もう1個増える、すると年内に3回もライブをすることになるということになりますよね。はい、あの突然やりますとか言うかもしれませんが、その時はぜひ皆さんよかったら応援していただければと思います。はい、私もライブ行きたいです。できれば前回のような近隣だと、あ、なるほどね、来てくださってありがとうございました。本当そうするともし次回も来てくださったら僕のライブを 66% 聞いてる方ということになるわけですから、相当ですねそれはね。はい、生のライブはね、ミルチではなくてリアルミルチ様でお願いします。ミルチ可愛いと思うんですけどね、まあそういうことじゃないんですよね。はい、あのミルチのライブはそれはそれでちょっとやりたいんですよね僕ね。あの僕以外生の人間っていう、あ、違う違う、だからあの主役のミルチ以外生の人間、僕だけスクリーンに映ってるみたいなことをやりたいんですよ。そう、だからちょっとそれはね検討し、あのその時も応援しに来てくださいね。本当に僕だけ現場にいないって、あ、でもそれすごい終わった後寂しいな、みんな現場で盛り上がってるんですよね、僕だけいないのすごい寂しいなそれ。まあいいや、そういうのもちょっと夢は膨らむけどもやもやしそうな気はする。激しく同意。なるほどね、ありがとうございます。選ばれなかったのも聞きた、なるほどね、選ばれなかったもの、前回このやり取りした記憶があるけど、前回とか前に、そうですね、選ばれなかったものだけライブとかも面白いですよね。ライブのアイデアが出てくるんですね、こうやって。だからでやってみて開いてみて本当に来てくださったら次も開くみたいな、なんかそういうのも面白いかもしれませんね。あのそう、僕はね、そのあのすぐやめようとする人間なので、ニーズがないならもう、ね、マインクラフトやったらいいじゃんっていう人なんだ、本当にそういう人間だから。そうでも本当にそれで開いて皆さんも喜んでくださって、来てくださって喜んでっていうなら全然ありですよね、本当ね。はい、3回もミルチグッズも登場する、あ、そう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 、今回ねこれ出していいのかな、画像あの届いたんですけど、え、これ画像、古い画像だけど出していいです、まだ出したらダメなのかな、これ神戸フェスで入手できる、最初100個限定なんですよね、ちょっとそれは返事があるまで聞いてみよう。あ、いいんですね、いきますよ皆さん、じゃーん、めちゃめちゃ可愛いミルチグッズ、これ僕別人だと思ってるから可愛いって言えるんですけど、はい、あのなんだ、ドラえもんの中の人をやってますみたいな、そんな感覚で僕この子の中の人をやらせてもらってます、ミルトと申します。これこの子はミルチーです、よろしくお願いします。めっちゃ可愛くないですかこの子ね、本当ね作ってもらえてねよかったと思うんですけど、これクリアファイルになるそうです。はい、現場で神戸フェスの現場で入手可能みたいで、入手条件などは、詳細はじゃあしおさんからということで、あのそれか現場に行ってのお楽しみでもいいと思います。生音、生ライブに勝るものはございません、それはもう間違いないんですね、それはもう分かります、もうそうだと思います。はい、それはね分かってはいるんですよそう、絶対に決まってますからね。ということで神戸関西方面の方はぜひあのおからぼフェスの方ねお越しいただけたらと思います。朝日ホールで21か、あともよ3日4日ぐらいですね、お前直前となりますので、大柴さんとの、バチバチに火花散るデュオをお届けしたいと思いますので楽しみにしててください。今からちゃんと練習しとこうかなと思います。あ、話しすぎて10時になった、やりましょう、なんかやりましょう。ちょっと一瞬考える時間をいただいてもいいですか皆さん。1分間じゃあ配信を休憩みたいな感じにして、ちょっと何をやるかを検討させてください。で、その間に皆さんに考えててほしいのが、一番上ね、今後一緒に何するの？これをぜひとも一緒に考えてほしいので、はい、僕が喋ってない間に皆さんにも宿題です。今後どんな、この配信じゃ続けるなら続けると決まった、実際に何もないのにこれだけの方が来てくださってる、これはもうやめるわけにはいかないと思ってます。じゃあ何してほしいですか？っていうところですよね。はい、なので、そこをちょっと、まあ普通に雑談、こういう雑談でもいいのかもしれませんけど、まあそれがいいって人はそういう風に言っていただいてもいいですし、ぜひねコメントしていただければ嬉しいなと思います。はい、では、ちょっとだけお時間をいただきたいと思います。
はい、皆様ただいま戻りました。ですね、ちょっとカラオケをあさってきたんですけれど、まだもらっただけで何もしていない、なんなら聞いてない、あのカクテル、もともと4だったサロンスペシャル、カクテルサロンスペシャルの、収録もろもろ配布予定のスマイルですね、スマイルという名曲のカラオケが、あ、こんなんあったっけって感じで出てきました。ですごくちらっと聞いてみたら素敵だったので、これをやろうかと思います今で。なんですけど、多分途中で長い長いピアノアドリブに入っていくと予想してます。でその間何したらいいのってことになるので、アドリブ入ったらスッとフェードアウトして終わりましょう。そんな感じでさらりとした演奏を今日はやろうかなと思います。エフェクターなしで、はい。クリアファイル可愛いですね。神戸に行かれないけど欲しいですね。これ入手方法はちょっと聞いておきたいです。あの、ちなみに僕も5枚ぐらい欲しいですね。よろしくお願いします。普通に僕ファンなのでね、あのミルチーのキャラのね、そう、自分がファンになるって不思議な感覚ですよね。でもね、自分じゃないからね、あれ僕の中ではね、本当頑張んなきゃって思ってます。3D プリンターでミルチー作る、それに関してはね、あの 3D プリンターを購入したということだけ言っとこうかな。はい、うん、まあいろいろね。神戸の後にマシュマロマームにお越しくださいます。あ、なるほど、そこで買えるんだ。これ僕有料ですか、ちなみに。後ほどミルチークリアファイルの最終版を Facebook でご紹介しますね。はい、ミルチープラモデルだそうです。そこまでしないしないで、プラモまではしないですね。せいぜい首は動くとかやるかもしれないけどね、もしかしたらね。あ、スマイル大好きです、よかった。まああんまり期待せずに。というのも、あの伴奏はもう超一流ですけど、その伴奏僕一度も聞いたことない状態で今から使おうとしてますからね、どれだけ雑な演奏なんだって話ですけど、ごめんなさい。それを今からやりますので、はい、皆さん、ではということで、あと音量だよね、ちょっと下げないとさすがに。まずエフェクトをして、こんなもんか。音量大丈夫か、ちょっとメーター見てみましょうか。あ、大丈夫そうですね。じゃあこれでちょっとやってみましょう。スマイル一回演奏して、その間に皆さん、この配信でそもそも何をやるのかっていうことについてね、ぜひ一緒に考える。今日はそういう日ですからね。じゃあ、まず BGM は切らしてもらって、イントロがどれぐらいの長さとかそういうのも全然わかんないので、ちょっとどうなるかわからないんですけど、スマイルミルトさん納品ってファイル名がそのまま納品になってますからね、はい、再生します。じゃあお聞きください。僕もよくわかんない感じで進行するであろう。あ、今のが始まってるんだ、きっと。始まってました。じゃあ今でいきます。じゃあもう一回。Thank you.
ありがとうございました。途中まででしたけどね、はい、スマイルをお届けいたしました。なんかこうフェードアウトしていく瞬間が自分がまるでラジオパーソナリティになったかのような気分でした。はい、最後まで聞かせれよと、ね、思うかもしれませんが、ワンクラス丸々ピアノのソロが入るのでね、さすがに今この配信ではどうかなと思ってフェードアウトしてしまいました。フルバージョン聞きたい人、見るとオカリナスクエアに行けると聞くことができます。はい、めっちゃ素敵なピアノでしたね。さすが、これ確かね、確かうん、佐久間優子さんだったと思います。ピアニストのね、めちゃくちゃ素敵なピアニストなんですよ。本当笑顔が素敵で演奏も素敵でっていう、そんな優子さんと、のピアノ伴奏でのスマイル、僕も今初めて聞いて、怒られそうですけど初めて聞いて、もう半年以上前に納品してもらってるのにね、ごめんなさい。で、とりあえずイントロのサイズも分かんないまま初めてそうやり直すっていう感じでしたけど、お届けしました。ありがとうございます。放っておくと何でも遅れがちなので、はい、すいません、その通りです。ほんとすいません。楽譜のためのアレンジと作業の進行状況を報告するというのは、ちょっと何そのく、それをこの配信でやるんですか。ちょっと待って、なかなか怖いですよねそれはね。ちょっと待って、あんまりですね、あんまりその僕がね、負担になるとですね、この配信自体をこう僕がこう拒否するというですね、ちょっとすみません、今日風邪ひいちゃいましてみたいなね、でもクラスターで見かけましたよねみたいなことになるかもしれませんけれどもっていう可能性がですね、まあでもちょっと一案としてまずありですね。はい、あ、斉藤さん間に合った、ありがとうございます。こんばんはです。あ、松村さんもとんでもないです、ありがとうございます。あ、癒されますね、ほんとね、癒されるピアノに乗っからせていただきました、ありがとうございます。あとねさん、ありがとうございます。新井さん、久保田さん、ありがとうございます。柴さん、ありがとうございます。あ、うっとり好きでした、と伊塚さん、嬉しいです、ありがとうございます。このかぶさん、かたさんも拍手ありがとうです。うわ、エフェクターなしの演奏素敵でございました、ありがとうございますね。普段すぐ使いたがるからね、そうなので、こういうない状態っていうのもまた選択肢がなかったんで今日は、はい、良かったのかななんて。でもね、神戸のオカラブフェスもほとんど頼らないでいこうと思ってます、実は。だけど部分的にどうしても使いたいなっていうところがあるから、その一箇所のために持っていくみたいなね、結構僕にしては真面目にね、向き合ってる感が伝わるんじゃないですかね。これはね、重いからっていう理由で持っていかないとかそういうことでもなく、はい、そうね、場合によってはプラオカ以外持っていかない時もあったりとかね。いや、それはお仕事の時じゃないですよ、そういう時じゃなくて、ね、旅行にとかはね、万が一があるからオカリナ持ってるけど、それはプラオカだけですみたいな時もあるぐらいの人間がですね、はい、ほんの一箇所のためにそのモバイル電源20万ミリアンペアのもうこんな持つやつ、アウトドア用のやつとスピーカーとマイクとエフェクター全部持っていくっていうですね、どんだけ気合入ってんだっていうようなことを今回やってますからね。そう、でも9割多分エフェクターなしのプレイになるんじゃ、まあ、やってみなきゃ分かんないですけど、その瞬間まで分かんないんですけど、僕と大柴さんがどういう演奏の展開になっていくかはリハーサルしたところで分かんないので、はっきり言ってそれはまあその瞬間瞬間で変化して、蓋を開けたら一度もエフェクター使いませんでしたもありえるかもしれない。でも今のところ僕の想定ではあんまり使わないでおこうかなって思ってます、神戸オカラバフェスはね。はい、あ、素敵すぎます、ジャスミンさん、ありがとうございます。近藤さん、中松屋さん、若妻さんも拍手ありがとうです。フェードアウトもかっこいいです、 ありがとうございます、ね、ちょフェードアウトするとちょっとお届けしたのはスマイルみたいな感じになりますよね。あ、ちょっと今パーソナリティごっこをしたかっただけなんですけれども、はい、浅野さんもありがとうございます、コメントさんもありがとうございます。エフェクターなしのライブも久しぶりに聞きたいです。そうっすよね。この前ね、姫路ではやらせていただきましたね。エフェクターなしって指定があったからね。そう。そういう指定のもとに呼んでいただいた場合に、まあ、条件にもよるんですけれども、結構、やったりすることもあります。温泉がついてるとかなり高確率で実現します。はい。すいません。ほぼ初見、すごい。ありがとうございます。まあ、スマイルは、吹いたことがあるのでメロディーもなんとなく頭に入ってるんです。ちなみに使った楽譜これでした今IDR Pro にさらに手書きで修正を加えただけっていうね。でしかもこれと全然進行違ったから結局意味なかったっていうですね感じでしたけれども、あ、全然違うこともないのか、まああんまり合ってなかったかな。イントロなんか特に書いてないですからねっ
ていう感じでしたけれども、一応うろ覚えだったから、うろ覚えじゃないや、あのそこそこメロディーをちゃんと覚えていたからできた曲ということです。初見というかそもそも見てないんですね、これはね。はい、選曲漏れからの曲今後もお願いしたい。あれですよね、その12曲に入らなかったやつを聞くとか、そういう企画ですよね。譜面がねパッと手に入ればね、使える譜面が、あのこれじゃダメですからね、知らない曲はこれじゃ僕演奏できないからね、それは言っておきますからね。そう、あのでも譜面とそのコードがあって進行がしっかりしている譜面があればパッとその場ではできるので、それこそ初見でやることはできるので、難しくなければ。それでライブ開いちゃうのは手ですよね。神戸変拍子なしですか？いや逆です、変拍子しかしませんすいません、カクテル3の反則もせずに、あのっていうのはね、せっかくだからやっぱ変拍子やりたいなと思って、そのもう変拍子を先に曲を出して、その変拍子できるあのピアニストさんね、あのを押さえて、でこの日でって押さえて、で曲目を提出して、その後日程が間違ってたっていうことでてんやわんやで、じゃあこの変拍子曲をできる人って探して大柴さんにたどり着いてるわけですから、そうそう、あのなのにここに来て変拍子やらないってことはまあありえないわけで、ですので変拍子3曲で、あともし時間が余りそうだったら、それこそ2分とか3分ぐらいの短い変拍子しない、その場でリハーサルもいらないようなセッションを大柴さんとやってもいいかもしれませんけど、それはその時まで僕がおしゃべりね短くなるはずがないので、おしゃべりがもし万が一僕が短かったら、その時はもう一曲追加で変拍子を、あの変拍子じゃない曲をやるかも、カクテル3の曲とかね、その辺選ぶかもしれません。はい、現状はどうかな、あの僕の演奏がね18分ぐらいなんですって。演奏バテン入りはけは別で、演18分の演奏で、だいたい測ったら11分ぐらいだったんですね、演奏がね。ってことは7分しか喋る時間がないんですよ。7分しか MC の時間がなかったら4曲目は無理なんじゃないかなと思っております。はい、というところで、最初から文字数制限しておかないとかもいいまあ冗談ですけど、7分しか喋れないっていうのは冗談だけど、だから中途半端ですね、僕多分ね 3,4 分はどう頑張っても喋るから、2分とかの短い曲を入れられるかどうかっていうことが一つと、あと大柴さんと僕でしょ、アドリブソロがめちゃくちゃ白熱して長くなる可能性があるんですよ。そうすると11分のはずが15分になる可能性はあるので、そこはそうなると入れる余地がない、だから一応変拍子のみになるんじゃないかっていうところで、ね、一応言っておきます。お気の毒に恨み節が聞こえてきそうとかね、まあ、恨み節は言わない、あのリハーサルでもね、あのそう、まあ、難しいとは言ってましたね。でもあの普通言いながら初回のリハからきっちり形にしてて、この人本当あの人外の類、いい意味でね人外の類だなと本当に思いましたけれどね、すごい方ですね本当にね。でもあの、きっと当日は一緒に楽しくやっていただけるんじゃないかと信じております。きっとね、あのもうちょっとやり、もうちょっと引き込んだらきっと楽しくなるっていうふうにね、あの言ってたので、そうあれをだからさらっと譜面読んでさらっと対応しててっていう時点もやばかったですからね、当日どう仕上がってくるかっていうのは本当に僕は今めちゃくちゃ楽しみなんですよね。はい、ついに大柴さんまで変拍子です。大柴さんはもともと変拍子なんですよ、僕より先に変拍子やってる人なんです、あの人はそれはあのちょっと僕の話ですよね、あのちょっと頑張りたいと思いますね。あのもともと11拍子とか普通にやる人なので、まあ、僕の11拍子とは違うんだけど、アプローチがだけど、だからそういう変拍子には対応力のある方なので、やっぱりお手の物でしたね本当に。11も、はい、今回17とかは出てこないけど11ぐらい、11、13は出てくるので、普通にそのあたりは対応されてましたね。お二人のバチバチ楽しみですね、僕もすごい楽しみです。さあ、ありがとうございました。さて皆さん、そんな話をしてたらあっという間にもうリアルタイム何でも質問会に行かないといけない時間となりました。あの終わりなくなっちゃうからね、30分ぐらいで今日終わるかなと思ってたら、僕ほとんど喋り倒したんですねすいませんでした本当。まあでもこれで僕もね、あのなんだろう、喋れない時とか喋りたいのに我慢してる時とかもあるわけですよ。そういう時の鬱憤ここで晴らすのもいいかもしれませんね。
なのでとりあえず今からリアルタイム何でも質問会の議題に入りたいと思いますが、引き続き皆さんぜひぜひこの配信でこういうことやってよっていうのをね、ぜひぜひダーンと出してください。じゃないと僕の仕事の進捗を報告するという非常に苦行のような、もう鬼の所業のようなコーナーが確立しないこともないので、ちょっとね、ぜひいろんなアイデアを皆さんからいただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、他に多分アイデア出てないですもんね。あ、選曲漏れからの曲今後もお願いしたいっていうのはもしかしてこの配信でってことかな。そうするとね、伴奏も用意しなきゃいけないから結構ハードルは高いのかもしれませんね。アーティストさん連れてきてみたいなことにもなってくるかもしれないし、もしくはカラオケを作るとなってもやばいので、そうですね、そこは現場フリーのカラオケとかがね、使っていいよってやつがあればまた別なんですけど、でもそうじゃなかったらこれ選曲漏れのライブやつとかはまあライブとかでっていうところですかね、が一番現実的かもしれませんね。はい、すみません、ちょっと勘違いしてたらごめんなさいね。はい、多分ライブだと思います。あ、ライブならそうですよね、ですよね。カクテル1から1曲ずつとかコツとかあ、なるほどね、それ面白いかも。カクテルの1から順番に、まあ結構20分とかかければ結構いい時間、どうせ僕おしゃべりするんで20分ぐらいは絶対おしゃべりの時間確保した方がいいですよね。で、何でも質問会とかもなんだかんだ10分じゃ終わんないし、15分とかね、下手すると20分とか取ってもいいわけですよね。そうすると、で演奏はまあ5分10分でも、そうか、演奏の前説とかしてるから結局喋り倒してて10分なんだね。だから意外とそのコーナー、カクテル1からの1曲ずつのカクテル講座、カクテルレクチャーコーナーみたいな感じでもいいかもしれませんね。そういうので、まあ大体1時間強ぐらいになるのか、コーナーとしては面白いですね、非常にね。ちょっとこの辺のアイデア僕も、もしよければ今日ね、内山さんがちょっといないので、しのさんもし可能でしたらぜひ出たアイデアをですね記録しておいていただけたら嬉しいななんて思うんですけど、いつも内山さんにおんぶに抱っこなんですが、今日はしのさんにちょっとおんぶに抱っこしてもいいでしょうか。すいません、よろしくお願いします。お、質問かな、あ、違う、これは初心者さんのためになるような配信がいいな、お困りごと相談あるあるネタ、うん、お困りごと相談はこれ何でも質問会の方でバシバシ出していただければと思います。だから何でも質問会を10分じゃなくて20分に増やすとかは大いにありですよね。あるあるネタ、あ、はいはいはい、あるあるネタ、指そってませんかとかね、こういうやつね、複数缶の隣の缶吹いてませんかとかね、このあみたいなね、こういうやつとかね、いろいろあるあるはありますよね。こういうのもそう、あるあるのネタは皆さんから募集して、でそのあるあるネタの対処とか、もしくはこぼれ話とか、そういうのを役に立つ方向に昇華させていくみたいな感じでやるのも面白いですね。アイデアとしてもすごくいいですね。無伴奏演奏も聞いてみたい、あ、それは全然やりますよ。1曲はプチ演奏会としてやるので、今日はスマイルをやりましたけど、ここで全然無伴奏でみたいなのもありなので、じゃあ次回無伴奏でやりましょうか。これも書いておいて、絶対僕覚えてる自信ないので、書いてもらっていいでしょうか。次回は、無伴奏で演奏します。エフェクターもなしにしましょうか。エフェクターなしの無伴奏で何か演奏します。はい、クラシック的な無伴奏組曲みたいな、ああいう感じのは僕はやれないです。やらないじゃなくて、そういうことをやってきたことがないので、僕なりの無伴奏の演奏の仕方という感じで多分やると思いますが、全然それはありだと思います。はい、毎回だとね飽きられちゃうと思うんですけど、でもありですね、そういうのもね。無伴奏で演奏、はい、そうです。質問、あ、じゃあ質問もいただいたことで、そろそろコーナーに入りましょうか。明日かせっきの横笛のような流的ってことですよね、おそらくね。装飾音の吹き方知りたいです、ぜひよろしくです。なるほど、これも今日の飛び込み質問ですね。そしてオカリナのオカリナ道、かっこいい言い方しますね。オカリナ道を極めるためには、いろいろと浮気していろんなオカリナを手に取るより、一つのオカリナを吹き込むのが正道ですか。おお、深いところをついてきましたね。この2つで今日は終わりますね。 OK です。じゃあこの2つを今日の飛び込み質問として、受け付けさせていただきたいと思います。なので皆さん、
教えても教えてもうまくなりません。どう指導したら。これはですね、前回に引き続きまた次回になっちゃうと思います。ただ2ヶ月繰り越しているので、次回はこれ優先でお伝えしますので、教えても教えてもうまくなりません、どう指導したらいいですかは8月に必ず話題に触れます。今日は飛び込みの質問を優先します。なぜならリアルタイムでやっぱり盛り上げに来てもらえるというのは僕としてはすごく嬉しいし、やりやすいし、そもそもこの配信をする意義につながるわけですね。誰も聞いてなかったらやめますからね、配信ね。そうなので、やっぱり飛び込みの質問を優先させてくださいっていうようなことを普段から主張しているので、今日はこの2つを優先させていただきます。ありがとうございます。ということで、アシタカ石器の横笛のような吹き方、これはですね、装飾音の吹き方、プラルトリガーの記号表記が一番ふさわしいと思うんですけど、五線譜で表記するなら。でも五線譜というのはそもそも西洋音楽なんですね。ちょっと待ってください、 BGM すっかり戻すの忘れてた。雰囲気が違いますよね。はい、五線譜は西洋の音楽を表現するための合理的なそのツールなわけです。に対してアシタカ石器のような吹き方、あれは日本の独特な吹き方、拳なんですよね。そうなので、実を言うと厳密には楽譜で表記する方法というのはないと思います。五線譜ではないと思います。だけど近いものがプラルトリラーになります。だけどプラルトリラーっていうものは、例えばソにプラルトリラーがあったら、ソラソで吹くんですよ。こんな感じです。でこれはうねうね、あ、うねうねじゃない、プラルトリラー何の記号だったっけ、忘れちゃった。僕がうねうねを使うんですけど、あ、うねうねでいいんだ。モルデントとかプラ、モルデントがビってやるやつだ。あれどっちだったっけ、まあいいや。うねうねの記号がついたらなわけですけれども、これを僕の場合はもっと激しく、一つ音階上一つ上の音とかじゃなくて、関係なくもっと上の音を2度3度って言い方、3度4度って言い方をするんですけど、ソだったらシとかドとか離れた音を一瞬出して戻す、すぐ戻す。というふうにやる。すると、こう、これが、ちょっと弱いですね。これが、この違い分かります？で、音程が離れる分、ゆっくりだとすっとんきょうになるんですよ。これだとまだ、おかしくないんです。ところがラレラになると、これが変になるんですよね。なので速度が求められるんです。今度このぐらい、ラレラって吹いてるだけなんです。ただそれを高速で吹いてるだけです。するとこうなるわけです。で、低い音の時とかは僕は実は中指を使って、実は中指一本でこんなことやってます。なので、あ、ドソソかやりすぎですけどね。中指で、あ、ごめんなさい、これはやばいね。中指で統一してるんですよね、僕は。それは、まあ、普段から使ってる、ね、指は動きやすいからっていう理由だったりします。高い方を
はこう高速でウェイブを。ちなみに高速でこれができないっていう人は、ぜひミルト式の基礎をやってみてください。あの YouTube でも無料でミルトオカリナアカデミーで、ね、基礎の説明出てると思いますので、こんな感じでね、すると音域問わずいろんなところで、これがプラルトリラーじゃなくて日本の拳の雰囲気になるわけですね。で、これが指の話です。僕はこういった技術というのは3つの基礎3要素に基づいてできていると思っているんです。それは何か、息遣いの基礎技術、舌、口、舌の基礎技術、タンギングの基礎技術、そしてフィンガリングフォーム、手や体の基礎技術、この3つに分類されて、まるでよく丸があって息ってあって縦にピッピッってなってるような、僕がよく書く図見たことある人いますかね。この場でパッと書いちゃえばいいんだ。こういうやつなんじゃないって、ここにね、息遣いって入るんですよ。指、舌、はい、3つの基礎技術って僕は思ってます。トゥー、タンギングもトゥー、キュー、ルー、クー、いろいろタンギングがあります。それら全部基礎です、僕の中では。で、息遣い、この絶妙なコントロールができるかどうか、これが真ん中にあるのは根幹だからです。息を入れて初めてオカリナってのは音が出る。だったら息の部分、横隔膜のコントロールが根幹であってしかるべし。そしてフィンガリングなんですね、はい、というこの3つフィンガリングというか、まあ、フォームも含めてですね、はい、体、手、指、口、舌で、息、息とは横隔膜ということになるわけですね、というような感じで。で、この3つの技術が複雑に絡み合って拳というのはできています。なぜかというと、まず舌の観点からいくと、タンギングの観点からいくと、 T のトゥーというタンギング、しかもアタックを強アタックでパーンとアタックを強くパーンと出すっていう、アタックっていうのは音の出だしの速さのことを言います。パーンと立ち上がりがポーンって一気に出てくるようなタンギングを選ぶ必要がある。で、アクセントが必要になるんですね。トゥーだけど、アクセントをかけると音程変わっちゃうんです。だから今度はパーンとタンギングははっきりと出して、強く出した瞬間に息をガクッて下げる必要がある。このガクッと下げるのは息遣いの基礎ができてるかどうかなんです。なんでここでタンギングとブレスコントロール、横隔膜と2つ必要になる。そこにさっきやった指を添える、するとほら、普通この出だしの息の強さでこのぐらいか、こうなるんですよ。こう、なぜこうならないか、瞬時に吹いた瞬間に息を弱めてるからですね。ほら、で、ほら、わかりますか。だからこうやってしまう歌もこの感じになるし、みたいな、ちょっとやりすぎましたね、みたいなこともできるわけです。こういうテールなんかはわざと柔らかめ、軽めにやってたりもしますよね。逆に命の名前とかも僕はあれどうだったか、あれちょっと待って、 BGM 止めないとさすがにね、音楽が混ざってわけわかんなくなるんですよね。こういう時、これなんかモロやってますよね。この8分符の一瞬の間にアクセントしてすぐ息を弱める、超高速で指を中指でってやる、で強くタンギングを出す、 T のタンギングを一番強い状態で出すっていう3つの基礎技術を組み合わせて、この瞬間を作ってるんですね。実は言語で伝えるとこうなる。じゃあそれを真似するためには、全部の基礎技術を無意識にできるようになった上に同時に出せるようになること、そしてそれをイメージした時にスッとそれが出てくるようになること、つまり分かりやすい例えを言うと、言葉を話すかのように演奏できるように
なるぐらいまで脳が演奏にその基礎技術を使いこなしている状態になること、そこまでいくと、まあ大げさ、今ちょっとやりすぎてますけど、こういう演奏になるわけですというところで、まあ、質問にお答えできたかなと思います。大丈夫ですかね、松村さんの質問にお答えさせていただきました。そして斉藤さんは、これ深すぎてちょっと僕が答えていいのか分かんないぐらいなんですけど、僕の考えでいいですかね、僕が考えじゃない、僕はどうしてきたかっていうこと、これね、どっちが正道かなんていうのは究極はないんだろうなって僕は思うんですが、僕は結構一途なんですよ。一つって決めてそれをひたすらあるとしって決めたらあるとしだったし、もうこのメーカーペコラって決めたらずっとペコラだったし、でインフィニティだってペコラを量産してみんなが手に取れるようにってのがもともとだったんですよね。そこで、まあ、ペコラとインフィニティはまるで別物になりましたけど、最終的にはね。だけどこのインフィニティの魅力っていうのもあるし、また恩義もあるし、いろんなものもあって、ペコラさんとも相談して、じゃあ僕インフィニティやってきますねっていうことで、ずっとインフィニティを吹いて20年経ったんですね。もちろんいろんな楽器も吹いたりもしますし、必要に応じていろいろ使ってますけど、最初ずっと一つの楽器でしたね。なのでじゃあそれがいいのか悪いのかっていうと、ものすごく可能性が狭まってると思うんですよ。だって皆さんが僕におすすめしたい素晴らしい楽器いっぱいあるはずなんです。僕それに全然出会ってないわけですよ。僕はこれって決めたら最初の、僕ひよこなんですよね。最初に見たものについていくタイプなんです。そうだから何でもそうなんですけど、本当に最初にお世話になった方はもう本当向こうが捨てない限りはこっちから絶対捨てないみたいなスタンスを貫い、何でも貫いてきてるので、楽器もそうっていうだけなんです。でもそうやって僕はやってきて、一つのものだけやってきた結果、その楽器に、その楽器の良さをどういうふうに生かしていくかっていう、その吹き方みたいなのは自分としてはその追求してきた、深掘りしていくことができたんじゃないのかなっていうふうには思います。はい、他に逃げ道がない状態になってるわけですからね。そう、なのでまあそういう10年とかの単位で僕はそれをやってる側の人間ではありますけど、あ、ちなみに絶対ダメなの、論外なのは、ちょっと吹いて、これ気に入らないから次、はい、これ気に入らないから次みたいな、あの人いい音出してるわ、私もちょうだいって買って、みたいなね、それ論外、それは論外です。っていうのは、それはよくあるあるですよね。自分がまだ演奏技術が追いついてないのを楽器のせいにしてるやつですよね。それはまた別の話だと思ってくださいね。全く別の話です。そう、それはまあ、もうということで、はい。で、とりあえずなので、ちゃんと吹い、ちゃんとある程度吹く、これはもう大前提として、その上でいかにしてこの楽器の良さを自分が出すかってことを努力して追求して、その上でうん、いい感じになってきたなってなってから、それでもずっと一つのオカリナを吹き込んでいくべきかっていう質問だと僕はこれ受け止めてるので、僕はそうしてきましたけど、それが正しかったかは分かんないですけど、まあどっちでもいいんじゃないかなっていう結論。ごめんなさい、こんな言い方ですいませんね。僕は選ぶってオカリナ道とはこうだみたいなことはちょっと言えない性格の人間なので、僕はそういう生き方をしてきました。でも定義によって変わると思います。本当にオカリナ道を極める、何をもって極めるとするのか、究極の極めるね、道を極めるものは誰よりも楽しむことってなったとしたら、そういう定義をしたら、これ僕は本当に子供がパッとお金持ってこうやって、うわ音程変わる楽しいって言ってみたいな方向に行ったとしますよ。メロディー楽器だと認識されなかった、リズム楽器だと思われちゃったみたいなね、いいと思うんですよ、それでも。だから究極それでその人がめっちゃ楽しんでて、それですごい、ね、いい世界観を出していてっていうところまで突き抜けていっていれば、もう間違いなくそれ正解だろうし、そう、少なくともその楽しむっ
ていう、楽器は楽しむものですからね、楽しむ器と書きますから、楽しむという定義においてはそれはそれで極めてますよねって言える。だから定義次第なのかな、なんか結局何でもありってことになっちゃうんですけど、はい、でちなみにこれで思い出した、こういう演奏しててすごいって思った人が一人いるんですよ僕。エルメス、エル、あれ本名をエルメスだったかな、ちょっと待って、ホメオだったかな、忘れちゃったな、エルメートだ、ごめんなさい間違ってた、エルメートパスコワールという方がいます。ちょっとだいぶ狂ってるマルチミュージシャンで、オカリナも吹くんですけど、その人が吹いてるオカリナが僕はマジでやばい、すごいって思いました。あの多分大抵聞いてはーってなると思うんですけれど、僕の好きなアーティストの一人でエルメートパスコワールさんという方の吹くオカリナ、YouTube で多分出てくると思いますので、でもやってるのはみたいなことを夜間とかと一緒に演奏してました。うまっと思ったんですけど、その瞬間のオカリナのコントロールがマジでうまいと思ったんですけど、はい、それもまた一つ極めてるということにもなりますよね。なのでそんないろいろな極める方向がいっぱいあるので、結局極めるっていうのはそこに、そこで突き抜けていけばいろんなオカリナを極めるって言って、私もう1万種類のオカリナを聞きました、極めてますよねある意味でね、っていうことにもなるし、一つの楽器を最大限生かすっていう点では徹底的に吹いていくことでそれを極めてるとも言えるし、楽しむという観点ではそれも極めてると言えるし、まあ定義次第かな。僕は一個の楽器を飽きせずにずっとやってやって、それから最終的に、いろんな楽器を吹いたり吹かなかったりするようになったかなっていう気がしてます。はい、あんま偉そうに言えるところではないです、すいません。ハーゲンダッツ食べ放題ですね、了解です。なるほど、ね、働かしてるからね、そんなに食べ放題になるほどなんですかこれは。でもありがとうございます、本当ね、食べ放題でも食べ過ぎじゃ本当ですよね、そうそうそうですです、はい、ミスした時のリカバリー、拳の話ですね、どうなんだろう、結構僕はミスってから拳、例えばその音を出そうとしたらちょっと隙間空いちゃったみたいなことですよね、これがの時に、あ、間違っちゃったみたいな時に、これは僕は気持ち悪いって思っちゃうんですよ。だからリカバリーになって、その瞬間の音に気づく人と気づかない人がいると思います。その瞬間の音に気づく人に対してはリカバリーとしては通用しないかもしれない、拳をミスのリカバリーには使うのは難しいかもしれない。それだったらベンドで下げていく、この時みたいにベンドでふわーんって近づけて、あたかも僕こう吹こうとしてたんですよみたいなのはよくやります。そういうごまかし方はよく使えるかなと思います。リカバリーならそっちをおすすめかな、ベンドを使うっていう。あ、YouTube、 あ、コメント欄に、ね、書いてくれてますね、見るとオカリナアカデミー基礎編、ありがとうございます、ぜひぜひ勉強になりました、あ、よかったです松丸さん、すごい憧れます、ありがとうございます。自分なりにオカリナの楽しみ方を優先して直感に見ど、うん、いいと思います。だって誰にも迷惑かけないですからね、そう、こうあるべきだなんて僕自分で決めていいと思うんですよね。ただ具体的になりたいモデルがあって、例えばですよ、僕のようになりたいって思った人が仮にいたとします。そしたら僕は毎日まず基礎練習ですとは言わないんですよね、これが。でもね、基礎練習は大事だからやった方がいいんですけど、それよりもどうやったら楽しめるかみたいなところをきっと、まあ、絶対に僕のようになれますっていう保証も僕は最初に絶対しないと思うんですけど、その上で僕だったらいかにして遊ぶかっていうことを、この遊び方をこう追求するっていうね、はい、その真っ当な生き方、真っ当なオカリナの成長の仕方をもう諦めてくださいっていうところからスタートすると思うんですけど、そういう感じで、うまいオカリナのうまさだったら僕じゃなくて他の人に求めた方がいいんだから、そうじゃなくて、うまい下手じゃなくて僕だったらっていうところ、何やるか分かんないのを、ね、楽しむ感じとかをね、そう
やるためのってなるとそっちの方向でとかになるわけですよね。まあ、そういうふうに一応僕だったら、はい、やるわけですからっていうところです。はい、お借りになってそれは違うっていうのがないような、うん、ですよね。あのなぜ僕がオカリナをやったのかっていうことで、なんかのテレビで、なんかのって失礼だな。テレビで、ごめんなさい、テレビ番組で質問されたときに、なぜオカリナって言われたときに、何してもよかったからです、みたいな、最終的にそういう結論に行き着きましたっていう。なんで僕オカリナ選んだんだろうって、音色が好きだったからかなとか、でも、ピアノの音色だって好きだし、何だって好きだし、じゃあなんでその中でオカリナだったんだろうって思ったら、もちろん一つはひよこ現象ですね。最初に出会ったメロディー楽器だったからっていうのもあるかもしれない。でも、それだったらおもちゃのキーボードが先だなってなるんですけど、結局のところ、他の楽器やったら、こういう風にやりましょうっていう型があったんですよ。だけど、オカリナは何もなかったんです。自分で考えるしかなかったんです。自分で考えるしかなくて分からない中でこうしたらこうなるんじゃないかってずっと模索してひたすら実験する毎日だったんですね。もう楽しくて仕方なかったんですね。そう、答えがないっていうのは最高ですよね。そう、だまあ答えがないっていうのは僕にとっては最高なんです。なんかそこですよね、開拓者であったこと、これが僕がオカリナを選んだ、最終的にオカリナをメインの楽器にした理由だと僕は最終的にそういう結論に至ったんですけど、最初は音色かなと思ってたけど、音色も大好きなんですけど、でも開拓できたから、だからそうなんです。こうじゃなきゃいけないっていうのがないっていうのはすごくいいなって思います。だから皆さんの中にもやってくるとね、こうあるべきだっていう固まってくると思うんです。それは自分の中のこうあるべきだと思ってください。人には通用しないですからねっていうことです。はい、ぜひそんな柔軟な発想を持ってた方がオカリナは絶対楽しい。なるほど、ベンドですね。わかんないですけどね、ごまかし方、ズルの仕方みたいな話だから、これを教えていいのかどうかもわかんないようなことですけれども、突然ですけど、物販会場でお金の思想するときって、皆さん何の曲を、あ、皆さんに聞いてるんだ。じゃあ、せっかくだから、あと数分、これで終わろうと思ったけど、数分ちょっと粘ります。ずっと皆さん根強く聞いてくださってるんですよね。ありがとうございます。なので、これせっかく千葉さんがね、皆さんに呼びかけてる内容です、ね、質問なので、僕は曲は吹きません。適当です。でも、ね、必ずこれを吹くみたいな、お箱っていうかね、好きなフレーズってありますよね。あと、低い音から高い音まで出るみたいなね。例えば。さあ、こっちか。あ、なんかメロディー違う。まあでも、こういう曲ありますよね。メネットかな。こういうこの低いラから高いファンが出るとかね、例えばそういうのを決めてる人とか見るかもしれない。斉藤さんはコンドルをオカリナ、ほうほう、なぜオカリナなのか、悪魔を操れると思い込まされたからいやいいんじゃないですか、動機はね、いいですよね、それね。あ、なだそうそうなんですね、島さんはね。ぜひぜひあと数分の間にお答えいただければと思います。いやー、ありがとうございました。結局皆さん、コメントしづらいんじゃないかなって心配してたんですけど、たくさんコメントもいただけて嬉しいです。ありがとうございます、本当に。100件ぐらいコメントいただいてたんですね。あ、アンプしてるという理由。まあね、そういうのはありますよね、吹きやすいっていうね。僕なんだろう。この楽器だったら。とかやってそうですね、僕はね。僕こんな感じです意味わかんないですよね、本当ね。機械的にその音を、その楽器を探ることをしますからね。はい、ありがとうございます。あとは皆さんパッとは出てこないですかね。はい、ぜひぜひ教えていただき、私は曲は吹かないんですが、花や咲くを必ず吹かれる方がいらっしゃいました。うんうんうん、ありだと思います。低いだから、このここでまず低音が探れる。ここで B フラット、 C のフラットの音程の安定さが分かる。いけますね。で、で極めつきがこうですね。あ、ちょっとマイク下げた方がよかったですね。
きますよね。そうなので実は 花咲くとか赤トンボとか、そう低いラ、あと、ね、メネータとか高いラ、高いファから低いラまで出るやつで、いろんな音域がちゃんと出てくるやつっていうのはすごくいいと思います。そうそうそうなんですね、小野さん、そうです。でようやっと入る、あー申し訳ない、いや今日ねイベント、なぜか知らないけどイベント、いつもだったらここにあるっていうライブ配信開始ってボタンがなかったんですよ。なので違う、あの案内だけ出して違うやり方で案内を出しました。申し訳ない、後でちょっとアーカイブを見ていただければと、すみません。そんな中諦めずに来ていただいてありがとうございます。物販会場でいつも見てるだけなので試走してみようかな。うんうんうん、そうですね、ぜひぜひ。なるべくね試走するとき、あの音がね静かなところを選んで狙って少しでも試走するといいでしょうね。あの隣の音とね混ざるんですよ、混ざるから僕はあのし、そこで吹いても絶対分かんないので、吹き心地がいいなと思ったら、うん、あとは人によっては制作者さんによっては後でじゃあ、送ってもらう、売れ残った場合は、売れ残った場合は送ってもらって試走させてもらうとか、そういうこともできたりもするので、そんな風にしたりとか、静かなところで吹くっていうのはねやっぱり理想なんですよね。でもあの場でみんなでせーので吹かないと、そもそも出会えない楽器もいっぱいあるんですよね。まんべんなく音が出るか吹いてみてから、ふるさと、あ、なるほど、最後のふるさとは思い入れみたいなところですね、きっとね。曲は吹かないですが、ラから高いファウンドの音階、フラットの音が、うん、うんですよね。うん、あ、勇気を出して試奏しています。ぜひぜひ、横浜の試奏、あ、すごい、試奏室なんかあるんだ。へえ、そこまでって充実してますね。はあ、行ったことないとか、行ったことあるけど、あそこでオカリナを吹いたことが確かないので、僕があそこで他に吹いてたらどういう感じになるのか分かんないですけど、そう、なんだこいつみたいな、変なロン毛が来たぞみたいなことになるかもしれませんけど、ね、ちょっと、ね、遠くもないし、たまにはそういうとこ行って試奏しても面白いかもですね、いろんな楽器を。でも僕町田の方が近いんだよな、町田もよくフェアやってますね、オカリナフェアね、そういうの遊び行ってもいいんですよ、きょうちゃんとかいるから遊びに行ってもいいんだよな、普通に検討してみよう。さてさて、ありがとうございました。じゃあ皆さん、お答えいただいてありがとうございました。こうやってね、なんだろう、聞いてくださってリスナーさん同士で交流あるのもやっぱり僕としても嬉しいですし、ね、配信も盛り上がるし、この結局今後何するかについては進捗報告が本当に残ってしまったのかっていうところでは恐ろしいところではありますけども、あとはそのカクテルの曲を順番に解説するってやつね、質問回と別で、なんかコーナーとしては1個増えましたよね、なんか4コーナーになるのか、まあそれぐらいでちょうどいいかもしれませんね、まあ、あのごめんなさい何も進んでません、ごめんなさい何も進んでませんって言って進捗報告会は、そうですね、あの1分もしないで終わる可能性があるんですけれども、すいません、まあもうすでに1時間半近く経ってますからね、十分でしょうねきっとね、そんだけコーナーがあればおそらくは、ということでそんな感じでこれからもね配信を続けていくことになりましたので、皆さんもこうやってコメントでもどしどし盛り上げていただいたり、今言ったように横のつながりでね盛り上がっていただいたりとか、普通になんだろう、おしゃべりしてる感じも面白いと思いますし、僕が一方通行じゃなくて、僕と1対1じゃなくて双方向じゃなくて、もうぐちゃぐちゃでみたいなのでもありだと思いますので、そんな素敵な時間を過ごせたら嬉しいなと思っております。ということで引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。あ、町田今やってるの、そうなんだ、神戸行っちゃうんですけど僕、残念すぎる、そうなんだ、でもちょっと隙間時間ないかだけでも探してみようかな、山の楽器にも銀座、やっぱそういうところはちゃんとしてるんですね、思想室が、そうなんですね、自分に合ったオカリナの選び方とか、ああコーナーとしてね、ねそれはじゃあ質問コーナー的に扱ってもいいかも、あの1回で終わる話ですよね、自分じゃあメモです、メモお願いします、自分に合ったオカリナの選び方を教えてほしいという質問が出ました、ということでこれはじゃあ、次はさすがに前回も先送りにしているこの教えても上手くなりません、どうしたらシリーズ
のこの最初の部分をちょっとあの触れたいと思いますが、その後今の質問をね、あの答えるというような形にしました。僕なりの考え方というのはあります。はい、講座っぽくなります。これもこれはこれでなので、ちゃんと取り扱ったら面白いと思うので、ね、そうしましょう。さあ、ありがとうございます。じゃあということで終わりましょう。もう11時になってしまった。いやー、皆さん長々とありがとうございました。本当にこれで終了したいと思います。ではでは、次来月の第3木曜日か、その前に第1木曜日かな、おそらく第1木曜日、3O があります。はい、あのおっさん2人をいかに裁くか、そんな失礼な言い方をしてはいけませんね。でもね、2人が懐が深いから、人格者だからこういう風に言えるんだけど、本当にありがたいです。そう、でも、まあ、配信中マジで、ね、はっちゃけますからね。ひどい時ひどいですからね。そういかにして裁くかっていう右往左往する僕を見に来るなら第一木曜日、そしてこうやって皆さんと落ち着いてお話をするっていうね、喋り倒す僕と会うならこの第3木曜日というところで、はい、やっていけたと思います。引き続きよろしくお願いします。じゃあ、いやー、本当たくさんの方がずっと90分聞き続けてくださって、ほとんどね、人数変わることもなく聞いてくださってて、本当ありがとうございました。嬉しいです。励みになります。あの、確実にこれがね、モチベーションにつながるんですよ。本当にそうじゃないとね、ライブやらない人になったみたいに配信やらない人になりかねないからね。はい、応援してもらえたら嬉しいです。引き続きよろしくお願いします。じゃあということで、今日は終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。 ありがとうございます。おー、続々と、萩田さんありがとうございます。斉藤さん、毎回気づきが本当良かったです。ありがとうございます。松村さんもありがとうございます。あ、渋さん、お疲れ様です。よろしくお願いします。あの、はい、ちょっとね、渋さんといろいろ画策してましたね。あの、神戸ついでにちょっとまたいろいろとよろしくお願いします。はい、あ、トンネさん汗かいてる、ありがとうございます。そして、清水さん、ありがとうございました。次回も、はい、頑張りますって、頑張らないです。あの、一緒に楽しみましょう。よろしくお願いします。楠木さん、ありがとうございました。嬉しいです。新井さんもありがとうございます。浅野さんもありがとうございます。片さん、ありがとうございました。近藤さんもありがとうございます。あ、淵田さん、ありがとうございました。途中から、いえいえ、あの、途中からで全然問題ないです。楽しかったと言ってもらえてありがとうございます。そして、あ、トネさん、ありがとうございました。こちらこそ楽しかったです。ありがとうございます。寺井さんもありがとうございます。あ、重岡さん、こんばんはです。そして、ありがとうございました。井上さん、ありがとうございます。聞いてくださってたんですね。ありがとうございます。また、はい、1ヶ月後の第3木曜日、第1木曜日もよければお会いしましょう。そして、あ、島さん、いっぱいコメントありがとうございました。はい、頑張ります。田中さん、ありがとうございました。ではでは、以上で終了したいと思います。ライチさん、コメントありがとうございます。ありがとうございます、聞いてくださってて、はい、ありがとうございます。ではこれで終了したいと思います。皆様、良い夜をお過ごしください。